子猫の地位が始まるよ。負け負け負け。地位は朝から元気ね。にゃー負け。はい、向こう行った。おーい、取れない。しょうがないわね。にゃよっと。お母さん何着てる？あ、ほーら、あったわよ。おー、あら、ちょうだいちょうだい。毛がついてる。猫がいると部屋が汚れるのが早いのよね。大掃除からもだいぶ経ったし。よし、今日はお掃除デーよ。よし、お掃除の心得その1、汚れは見えないところに潜んでいるの。家具の後ろや下は念入りにね。いい位置。今からお母さんお掃除するから邪魔しちゃダメよ。しばらく大丈夫そうね。さてと、家具の後ろって言えばまずはここよね。よっと。うわ、ここにもホコリが。あら、こんなところにも。よし、まずはここからね。ほっ。よしと。楽勝だったわね。お母さんに。いった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 。もうちい。にゃ。あ、大きいの見つけた。はい、今度こそいい子にしててね。しょうがないわね。見つかないとこ。あった。ここが安心だ。さてと、次は鉢植えの裏って湿気がたまりやすいのよね。きた。よっと。見逃さないわよ。あ、やっぱりいた。観念しなさい。はい、大丈夫だった。なんだ。ゲームやる。チー。もうチーったら。遊びじゃないのよ、ちぃ。負けー。にゃー、みゃみゃー、みゃー。今のうち、お掃除の心得その2、窓拭きは泡が垂れないうちに素早くリズミカルにね。お母さん何着てる？何着てるんですか？これで窓をきれいにするのよ。にゃみゃー！にゃみ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 
ガラスがあるから取られないわよ。外は念入りにやらなきゃね。遊びじゃないの。お掃除の心得その3、床磨きは木目に沿って流れるようにスムーズに。ルル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 じい、はい、邪魔しないの。ルルルルルルルにゃルルルルルにゃじい、ダメよじい。ルルルルルルルにゃルルルにゃ、仕方ないわね。にゃじいがそのつもりならどんな汚れも許さない、スーパーお掃除エンジェルミワちゃん参上。あら、行くわよっち。猫モップワイパー、それそれ、あ、それ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 、これぞネコモップワイパーよ。一緒にお部屋をピッカピカにするわよ。かゆむちゃい。綺麗になったけどなんか疲れたわ。あとは寝室と上の部屋か。結構大変ね。そうだ、お掃除の心得その4、科学の力でパワーアップよ。いでよお掃除ロボ。お掃除を開始します。頼んだわよ。ゴミ発見。あれは楽しいやつだ。ゴミ発見。にゃー、やるわねちー。わーい、楽しい。これはまさにお掃除キャット G。 二人で一緒にスペシャルお掃除よ。にゃー、わーい。さらにそれそれ、わーい。それそれ、わーい。私たち最高のコンビね。出たわね。ほこり探知、ほこり探知、ほこり探知。逃がさないわよ。お掃除エンジェルとお掃除キャットのダブルバキューム。なんだ。終わったわ。手伝いしてくれたのよ。え、チーが？すごいじゃないか、チー。お利口さんだったのよね。にゃ、にゃ。あ、チー、そのお腹。すっごく汚れてる。にゃ。お掃除の心得その5。にゃ、お母さん。はい、ここは。汚れた体は